WGTV。 いや今日どうしようか、どうしましょうか、ね、せっかくなんでなんかプラプラします。今日はそうだね、そうですね、まあ、ちょっとドライブでもして、行きますか。新宿とか池袋あたり、そうですね、ね、久々行きますか、行きましょうか、再開しましょう。今日は行きましょう。最初どこらへん行きますか。久々池袋でもいいかもな。そうですね、面白そう。IKB、IKB 行ってみるか。池袋は、まあ今なくなっちゃったけど、まあ昔別途ですよね。はい、はい、池袋着きました。IKB、IKB。ここあれなんじゃないの、あのライゼンの店の近くだね。そうですね、近いですね。じゃライゼンの店行ってみる。ちょっと覗いてみましょうか。あれ、なんかいるの。お、おいっすねいや待って、コロナ終わった後だから、カングルカングルみたいな襲撃かと思ってみたいな、これは火を切るためのあれなんだよ。いやでも本当危ない、こんな人数集まっちゃったらマジ喧嘩かと思ったけど、ね、全員仲間じゃないですか。危ねえ。いや、じゃあ一番ビビってたの俺ってことですか。いつも思ってんの。いや、これ普通に僕たち自分たちの店手作りなんで、あの木とかやりやがって。ね、だからしゅうさんも呼んでたの。あ、危ないと思ったよ。バレた。違う、なんか人の首切るっていうからさ、こんなことしちゃダメだよって、先長いんだからって、止めに来たかどうかはないでしょ。じゃあせっかくだから中入って軽く喋りますね。そうですね、ね、まあ、お店もお邪魔させてもらいたいし、うん、いや、どんだけの人数来とんねん。これがコロナ明けの大繁盛ヒップホップのせい。皆さんありがとうございます。どうだ。おい、たくまき、このブッソラも捨ててこい。皆さん、どうぞ。行きましょう。はい、ということで、ここね、ノーダスからライゼンのお店。初めて来てきた。初めてだよ、なんだかんだ初めて来た。ありがとうございます。みんないるね、やばいね。ちなみに、あれっすよ、多分サイモンが出てきて、多分初めてただイベント、インサイズじゃないですか。初めてかどうかちょっと別かもしれないですけど、でも多分本当その時はキンキンな時に復活でみたいな時に出ていただいた記憶があります。確かに、はい、俺さ、そこでマサルと会ったよね。そうです、そうです、はい、そうです、マサル君で大好きだったもんね。なんかさ、目がパチクリしたさ、可愛いやつが声かけてくれたと思ったから、したらこいつですよ。はい、大好きでしたからね。今となっちゃん同じクルーですから、ね、間違いない。だから俺は嬉しい、マサル君が今サイモンジャック君と同じクルーやってるのが嬉しい。夢は叶う。まあなんかつながりがあってこうなってるからね。はい、つながってるね。いや、もう IKB からも仲間がいっぱい来てる。そうっすね。今来てるっすよ。結果だからちゃんとしてもらおうか。Represent Human Music、中野たくまきです。チェックしてください。遊ぶぞい。イエーイ。はい。IKB 袋東京ジョブトーク。よ、東京、実際、次はバーンだ。いや、池袋、教授持ち、BN バー、西池袋、金道を行かれてるサイモン・ジャップ。前ね、言っちゃうけど、マサルさんとか、俺15歳の時から一緒に遊び、で、ライゼンの一番やり、BN バー、チェックしろ、テングス、イェー。IKB、ネオ・キング、レペゼン・ヒューマン・ミュージック、レディオ・フィッシュ、ダンサー、DJ、ラッパー、何でもやってるぜ。みんなここに来たら楽しみだけ。若いやつとかどんどん俺らより先に来た方がいい。カモンね。それ先輩たちが集まる中で俺もフリースタイルでこんなことできて本当に幸せだぜ。マジで本当に年は若いけど栃木から来た俺はここからやって。タマツです。いや、
スウェットケチクピーイエーイイエーイイエーイアマロイエーイ今日はサイモンイエーイファックで桜の大門イエーイ俺がローティーイエーイここは東京ライゼンの店イエーチェックしとけイエーイファイダースラッシュフォーン俺たちは守んねえソーシャルディスタンスビジネスチャンスノンスタンウォルルルルルオッケーオッケー俺が金山邦弘オッケー夢はステージの上こんなんじゃ全然足りねえオッケー YouTube の中の有名人が今ここにいるだから俺もラップかますイエイでがバレが吉俺がブーフィンです足立タンから広い世界ここ IKB 来たぜビガフ割れが吉ブーボイスプレイビガフあるでしょうね俺だけで察しろよな東京出てきて初めて出会ったのがライゼン君だったぜだからいろんな人と繋がってここクロコかいやいやいやクロコ君もクソヤバいライブやってたその頃からずっと知ってるしいいねラップギャングラップギャングいやいやいやクロコだIKB とこはノーだぜこいつはEXILEのヒロじゃねえぜ例えばすごいピースな話ですよもうドライブバイしててもおかしくなかったような人たちがこんなピースな話をしてるってみんな年を食ってピースになってますノードスはピースな街なんでなんで今日こんな偶然集まったんですか超怖いんですけどほんと偶然だよそこはいや危ない危ないメンツが半分どんな悪化してたんですかみんなこっち側とこっち側でもはやイベントだねそうですねパーティーだねパーティーですねハースリンボーイの IKB 草加シーエのビューです4巻まで出てるからそして D.O. さんの本とかもかましてるからとりあえずチェックしてくれ俺たちいろんな仲間がいるラップするだけがヒップホップじゃねえからいろんなチームがいるこれ今日はチームをお前たちに証言するぜ This is Hustling for IKB man あ一体自分が あでもあれだ SH のこと知らないってSH ダメだでも俺SH を好きになったんですよなぜならあの娘が翔さんって呼び始めたからあそういうことなんだと思って翔さんですって応援が来た応援が来たいいですねよしとりあえずちょっとパトカーを歯医者さんでその方がいいですよ絶対大門さえもこれかっこいいと分かってますマサル君も来たことあるのね俺は2回3回ぐらい IWGP フェスも来てくれましたそうだねフラット付き合いが長いみんな知ってますサルカキジーのチャンネル見てる人は分かると思うけどマジでレベゼンタバタタバタでもあったねあれ今さノーダスは毎日開けてんの今は平日はフリースタイルで土日はしっかりやってるっていうスタイルですね4月5月はコロナの影響でやれなかったんでやれなかったとかやんなかったんでそうだよねっていう感じですねやったらだってこんだけ集まっちゃうもんねそうなんですよ僕らの池袋の売りって密なんで密を封じられたら俺たちの池袋の良さをどう表現してるかって俺結構考えましたよなんか若い子とかもっと応援したいですねこの店を使って沖縄行かれてたんですよねそうもう自分でしたかいやそれ超上がったっすね最後のことも沖縄だったそうだね沖縄でまあゆかりがあるで僕もゆかりがあるんであ、長寿長寿長寿はいまあちょっとそれは深いことは俺は仲間内だけでしか話したくないことってあるじゃないですかそれは別にメディアに全部本音を暴露するのがリアルだと思わないんで仲間としか話さないことは仲間としか話さないと決めてるんでまあちょっとこれ以上話せないんですけど沖縄に僕は縁があってでクロコダイルって俺のブラザーが沖縄に手足をしてるそれとそれが俺と長寿の付き合いですそうなんだね。みんなやっぱりクロコダイル。俺はほら直接知り合いではなかったけど、ライゼンを通してまあ前にね亡くなってしまったあのラッパーっていうのは俺ももちろん知ってるし、で最近さDJ タッキー君元妄想族の DJ なんだけど、タッキー君もちょっと亡くなってしまって、一緒にねいた人間がさ亡くなってしまうっていうのはやっぱ。悲しいですね。なんかそうだな、なんかライゼンと
そういう曲とかちょっと作ってみてもそうですね、なんかヒップホップで歌いたいことって、ね、ワルでもサグでも何でもなくて、僕今年35になるんですけど、人生の中で一番自分の中で深く思った出来事は自殺だったんです、うん、僕の親父の弟も自殺なくしてるんですよ。あ、そうなんだ。なんか最近なんか自殺とかそういううつ病とかっていうのはなんかなんだっけ、うん、なんかウイルスが入ってしまう。ウイルスがね、そう、まあそんなの別に関係ねえって僕は言ってますけど、ストリートのバカって言ってるけど、でもなあんのかなとか。ウイルスよりも以前からやっぱ日本は問題になってるよ。はい、そうですね、僕はだからラップとして伝えたのは一番そこで、うん、そこが一番いろいろ身近にあったんで、自分の親族もそうだし仲間もそうだし、うん、だから、うん、そこが一番、うん、伝えたいっていうか、でも歌うと悲しくなるんで、あんま歌いたくないっていうのもリアルなんですよ、僕の。もうこれ以上歌いたくないみたいな、うん、もう仲間たちと誕生日の日とかに、うん、あいつ今日誕生日だなっつって、うん、別に 4,5 人でいいんですよ、うん、別に何人集めてとかそんな2倍じゃないっつって、うん、魂つながったやつらで集まって、うん、今日誕生日だなっつって、うん、あいつの昔話を朝までするのが、うん、まあ僕たちの背景にスタイルみたいな。まあね、みんなそうっすよね、うん。でもなんか俺たちがさ曲出したりすることによって、はい、ね、例えば今本当に死にてえとか、うん、もうやってらんねえ、もう行きたくねえって思う人たちがさ、はい、俺らの曲聴いて、うん、生きようって思ってくれたらさ、うん、それって俺らやってることすげえ意味あると思うし、そうですね、俺はライゼンの言葉にはそういう力があると思ってるし、はい、ありがとうございます。ぜひちょっとそういうのもやりてえな。やりたいっすね、うん、ヒップホップって今やりたいっつったらもう今日作っちゃえる話じゃないですか。だね、っていうことですよね、うん、これ結構早いから、ね、いやってこれできちゃうね。あ、そういう感じでヒップホップは作られてるってことですよね。だね、こうやって語り合ってみたいな、うん、そう、俺言いたいのは遊ばないと曲ってできないから、うん、だんだん年を取ると遊べなくなっていくけど、でも実際遊ばないと曲は生まれない、そして語らないと曲は生まれない。だから僕はいろんな人とたくさん語ってそれを曲にしていきたいなと思ってます。間違いない。子供がマジで可愛すぎて。可愛いね。だからもう暴走したら僕多分娘のツイートばっかしちゃうんで、ツイートあんましないようにしてるんですよね。はいはいはい、だからみんなで仲間内でイエーってやった時だけアップするみたいな。それ見したらもうただのパパラッパーみたいな。まあパパラッパーなんですけど、全然本音なんですけど、それは誇りに思ってるんですけど、娘の前で俺一番かっこよくいたいんで。まあね、あのインスタとか見たら結構ね、ねいかつい男たちがガーってなってるばっかの。フィクサー、ね、そしてそのフィクサー、フローレンス・アティー、なんせ歴史は絶対に潰さねえから。リスペクトは俺たちが止めねえよ。いや、若いたちが全部繋いでいくんだよ、これから10代から50代。ユノセ池袋で盛り上がりたいやつは全員俺たちのところに来い。マジで応援するから、ピースに。お前たち別に暴力とか喧嘩とかドラッグとかそういうので俺についてくんな。そういうのじゃなくて、お前たちはヒップホップをしろ、ラップをしろ、人生を楽しめ、幸せになれ、絶対に死ぬな。以上。ありがとうございます。今最高始まり勢いでしたね。いや、まあこんなね、熱い男がね、池袋に来てまライゼンと曲をね、作りたいと思うので楽しみにしてください。ラップギャングいや、でもね、すげえ俺たちがやってた20年前にやってることが今、はい、3倍にも4倍にもなってこいつらがやってんだよ、池袋。わかる、ね、誰が作ったなんて関係ねえんだよ。ここにいる奴らが全員最初からここに集まるために生まれてきてるんだから、それ間違いない。IKB 間違いないから。な、俺はもともと地元は違うけど、この町に一番世話になった人間だから、それは間違いない。こいつら全員リスペクトだから。で、これから出てくる今、ライゼンが言った10代、20代。いいよ、俺もいいよ。本気でケツ持ってやるよ。本気でやるよ。その代わり、本気でヒップホップやってくれよ。本気でラップやってくれよ。なんかよ、中途半端にやって、途中でなんかグダ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 言って、ケツまくっちゃうのがいらない。いらない。だけど、間違ったら間違ったってみんな叱ってくれるやつもいるんだから、確かに怖がんねえで来たらいいんだよ。そうですね。やりたいことはやってたら、別に突っ張ることは間違ってない。そう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 。確かに。突っ張って、失敗して失敗して、俺たちは、今を生きてるってことですよね。すいません、総裁生意気な。いや、これほら、サイモンもまだ全然サイモンジャップ。
でもこうやってちゃんと父親になって、はい、本当に16とかそんなガキブーカー知ってて、はい、親になって、はい、まあいろんなこともあったけど、はい、ちゃんとこうやってね自分たちのクルー率いて、うん、でこうやってライブの人も融合して、はい、頑張ってヒップホップやってる世田谷の代表だよなって俺は思うんですね。やっぱ渋谷で俺たちが始めた時に最初に一番とんがってたのこいつだったんですよ。ありがとう、楽しかった。それが今マサル君大好きだったから大丈夫。マサル君かさってたからな。俺もでしょ。いろいろいたのさ、渋谷ラックエンドとかさ、ダイナスティとかやっぱ本当かっこいい先輩たち恵まれてみんな繋がってる。あるですね。一番最初に自分の娘を抱いたのはストリートのお兄ちゃんの。いやー、おめでとうございます。これがストリート。結構見てる人は勘違いしてる人が多いと思うけど、お前たちが思ってるよりギャングって名前てるやつらマジで優しいから。本当だよ。今度初めなんて20年前に俺の子供を最初に抱いてました。ありがとうございます。再会されましたもん。再会されました。俺がラブだった。本当ね、繋がっていくんですね、ストリートは。そう悪い奴らがラブになってくって俺はすごいいいことだと思うし、俺は今日はそういうことを伝えたいです。で、はじめさんに言われた言葉で俺すごい嬉しかったことがあるんです。総裁にも聞いてほしいです。俺たちは破壊してきた池袋フローレンス。でもなぜ俺がお前たちをリスペクトしてるかって、お前たちは破壊じゃなくて生産をしている。これも生産です。何かを生み出している。昔の先輩たちもやりたい放題だから、ベンツとかも全部ひっくり返してたから、もうやりたい放題、破壊。でも破壊は何も生まれないっていうことを先輩たちは理解して、で反面教師っていうのは最高の先輩なわけ。俺は反面教師ってことは悪い言葉だと思わない。俺は反面教師の最高の先輩たちにいろいろ学んだから、yeah. ね、それでノーダスとかいろいろやってるわけ、ね、だから俺たちは、俺が嬉しかった言葉、破壊じゃなくて生産、ね、悪ガキチーの皆さんも今それをやってると思う。お前たちもマジ聞いとけ、破壊じゃなくて生産だからな。生み出すことが大事だから、これがヒップホップだと思います。まあそんな感じですね。はい、ノーダンさん今日も元気に、はい、これからも皆さんありがとうございます。本当 OK。 じゃあまた曲作りましょう。そうですね。いやいやいや、じゃあ明日中にしてあげますかね。ヒップホップはスピード感が大事ってことをサイモン君に教わったんで、うん、そうだね。じゃあちょっとさ、カメラにさよならしてから作ろうか。そうですね。じゃあ今回はそんな感じなんで、イエイイエイ、ダブジー TV。 今回はダイレント、ごめんなさい、パッと言っちゃいますけど、愉快な仲間たち、マジで優しい仲間たち、人数が多すぎてシャウトして、最初にみんなシャウトしてもらってるから全員優しいから、全員優しいから、ごめんね、全員優しいから。はい、今回はどうだったでしょう。ありがとう。ダブジー TV。 Yeah。